お前ギャグやれ。やめろよ。さっきやったやつもっかいやれ。はい、3、2、早くやれよ、お前。お、綺麗。まよちゃん来たよ。じゃあ、俺も帰る。女子に落書きされて、寝ぼけてるふりする男子。何？え？え？上から目線で他クラスを評価するやつ。4組綺麗じゃね？そう？うん。てかなんかマジで雰囲気違うね。お、マジで？なんだろうね。全然なんか匂いとかマジで全然違う。めっちゃ綺麗じゃん。他クラスから流れてくるあの先生の最初の授業、雑談だけで終わったらしいよという噂。あれ、俺らさ、次古典の新村先生じゃん、なんか1組がなんかさっき聞いたんだけど、新村先生なんか自己紹介だけで1時間終わったらしい。マジで？マジで。で、なんか新村先生のなんか登山部の時の話みたいなのとかで終わったみたいな。普通に面白いみたいですよ。あ、そう。そうだ、多分最初の授業は潰れる。オッケー。しゃ。地元に彼女いるやつと喋ってて、その彼女と一回も会ったことないのに下の名前で呼ぶやつ。さあ、結局明日のボーリング行く？来いよ。ああ、明日俺行けないんだよね。なんで？お前来いよ。ちょっと明日彼女と約束あって。日向？ああ、そうだよ。お前また日向？いや別に、お前むっちゃ日向と遊んでね。いや、そんなことない。こいつむっちゃ遊んでるよな。おい、日向と俺らどっち大事なんだよ。やめろよマジ。おい、選べよ。日向か俺らか選べよ。それ俺はお前らだけど。じゃあお前来いよ。日向より俺らの方来いよ。爆笑すること言っていい？って言って期待をだいぶ下回るやつ。マジでさ、うん、爆笑すること言っていい？なんだ。いや結構やばいよ。何？マジでやばいよ。なんだよ。俺、ヒガちゃんと記念日一緒。マジで。やばくね？結局一緒がやみたいなさ。マジか。やばいよ。受けんね。マジやばいって。仲のいい女友達にこないだしたサプライズの彼女の感想を聞き出そうとするやつ。森、え、この間さ、言おうかなんつってた？この間のやつ。いやいや、別に気ぃつかないで。言おう、なんつってた？え、何も聞いてない？あ、マジで？あ、じゃあ、なんでもない。脳幹で。あ、ごめんごめん、なんでもない。あ、じゃあさ、じゃあ何か言われたら、帰りとかに何か言われたらちょっと教えてくんね。うん、また聞こう。じゃあ、あ、なんでもない。台入ってるやつ、勝手に予想して外すやつ。お前かよ。誰も。お前かよ。いやいや、だみんなで誰だってじゃなくて。別にいいだろ。お前かよ。地域ごとに変わります。うん、地域ごとに変わるんだ。これ何なの？これ何？って言ったらこう。うん。ラーメンだ。ラーメン。まあ、ピンとくるやついねえよな。何それって思うよ。簡単に言っちゃうと、丼があるんだよ。丼。ああ、丼つったわかんねえかな。要は、こういう形状の。お茶碗みたいな。うん、そうだな。お茶碗のもっと大きいの。もっと大きく考えていい。お風呂みたいな。あ、そこまで大きくないんだよ。まあ、じゃあ、いや、こんぐらいだよ。こんぐらい。の中に、麺だよな。で、スープが入ってます。で、これメンマだったり、チャーシューだったり、いろんな具。まあ、具だよ。具。これを合わせたもの。これがラーメンになるわけ。んで、これすっげえ大事なんだけど、これじゃあ地域ごとに変わるっつってんじゃん。どういうこと？って。これ簡単な話。例えば、じゃあ博多だったら、何ラーメンだ？博多がついたら博多ラーメン。博多ラーメン。博多。
ラーメンだよな。はい、じゃあ長岡だったらどうなる？長岡ラーメンじゃん。じゃあこれコンビニに売ってるラーメンだったらどうなる？コンビニラーメンじゃないんだよ。コンビニラーメンなんて言葉ねえんだよ、うん、これすげえ重要、はい、コンビニに売ってるラーメン、はい、コンビニに売ってるラーメン、じゃあこれ何なんですかってなると、はい、カップラーメンだ。これすげえややこしいんだよ。これだって考え方で言うと、博多にあるラーメンで博多ラーメンじゃん、長岡にあるラーメンで長岡ラーメンじゃん。じゃあコンビニにあるラーメンだと何？コンビニラーメンじゃん。でもこれはカップラーメンなんだよ。だからここだけ覚えちゃえばもうあとは大丈夫だから。ほとんどがもうこの理論、博多ラーメン長岡ラーメンの理論でいけんだよ。